1988年の広島東洋カープでは、1988年における広島東洋カープの動向をまとめる。この年の広島東洋カープは、阿南淳郎監督の3年目のシーズンである。2年ぶりの優勝と、日本一奪回を目指すチームは4月を大きく勝ち越して、開幕ダッシュに成功し、今年の優勝は、広島かの声が早くも出始めた。しかし、 5月以降前年の覇者、巨人、中日が猛追するとチームは6月に首位を巨人に、明け渡し、前半戦は、首位と1.5ゲーム差の3位で終了。それでも、自力優勝の可能性を残していたが、ベテランの多い主力打者が8月以降息切れし、結局2年連続の3位で終わった。投手陣では、北王の豊、川口和久が1年通して、 ローテを守ったが、打線の援護なしで負ける試合も目立った。守護神の津田久史実は、まずまずの成績を残すも、さよなら負けを多く味わうなど、世間から、さよならの津田と揶揄されるようになった。打撃陣では、山本浩二や絹笠吉雄が、相次いで引退した打線は、前年本塁打王のリチャードランスが低打率にあえぎ、シーズン終了を待たずに退団。 主軸の小早川武彦、長島清之も、まずまずの成績を収め、2年連続首位打者の正田、構造と高橋義彦、山崎隆三の瞬足トリオも健在だったがそれ、以外の選手が不調にあえぎ、チーム打率も2割4部台と低迷した。シーズン終了後、阿南監督はこの年限りで優待。1976年に広島に入団し、リリーフで活躍した。 小林誠司も阿南監督の優退と共に現役を引退した。ありがとうございます。